へー、いいとも。どうも、クジャグダンですということで、今回18人目のゲスト、自己紹介お願いします。はい、ニュースタッフプロダクションの、サッチョです。よろしくお願いします。ちょっとサッチョン、はい、サッチョン来てから雨降り出したんよ、これ。ニュースタッフ、どこでしたっけ？プロダクション。あれ、弾丸ジャッキーがいたとこですか？そうですね。今いるんですか、まだオラキオ。テキサスさんがいらっしゃいます。テキサスで自衛隊、はい。ああ、そうなん。そうです、そうです。オラキオさんはもう今退所されて。あ、そうなん、はい。テキサスさんで芸人やってるんですか？そうですね。やってんねや。全く出てないやん。あ、でもあんまりライブでは見かけしないですね。ああ、おいくつですか？僕は今33ですね。まあまあ言っとんな。まあまあ言ってますよ。独身。独身。彼女なし。で、バイトしながら。バイトしながら、はい。お笑いのさ、テレビとか。そうそう、テレビ出たり。もう全く。全く。はい、今はピンで。今ピンですね。本名が長山幸男。ようなんです。で、ちょっと紛らわしくて、で、まあ周りの方とかのあだ名がサッチョって呼ばれることが一番多いから、じゃあもうそれ芸名にしようっていう。芸歴で言うたらどれぐらいですか？僕もともと福岡でやってたんで、うん、それ含めたら今11年目とか。苦労してるやん。結構長いですよね。福岡吉本をいた。福岡吉本半年ぐらいで。あ、いたんや。で、その後福岡の別のそのなんかタレント事務所みたいなところに3、4年いて、で、そっからこっち来て、一瞬渡辺に入るけど何ヶ月かですぐ辞めて。東京来ては何年目？東京来て今5年か6年ぐらいですね。ああ、苦労してんな、11年は。そうですね。まあ俺ら18年ぐらいやってるの。苦労してますね。ほんまにやで。で、彼女とかもいず？もうずっとこっち来てからいないですね。バイトはしてんの？バイトしてます。何のバイト？今は警備員のバイトしてます。うわー、涙出そう。苦労してんな。ニュースタッフだ、なんか有名な人います今？小石田純一さん。おー、ぐらい？ボブサップ。え、知らんわ。あ、ボブサップ本物じゃない？本物じゃないの？いや、本物です。あ、本物いんの？あの、ボブサップの、その、日本での、その、提携事務所みたいな。そうなんや。会うことないやろ、でも。会ったことないですね。そりゃそうやろね。YouTube やってんの？ YouTube はそうですね、事務所でやってたり、まあ、各々個人でもやってる。はい、個人でも一応。ちなみに、チャンネル登録数どれぐらいいるんですか？いや、もう全然少ないです。今、今日の時点で93とか。帰れもう。いや、呼ばれて帰ればひどすぎますって。93、何年ぐらい、どれぐらいって今、僕、半年ぐらいですかね。厳しいな、マジで。何やってんの、YouTube で。YouTube では僕、あれですね、なんか、地元が僕、長崎なんで、なんか、長崎のもう東京で探すとか、あと、方言講座みたいなのをやってます。これ、今ね、33で親とか反対しひんの、もうやめて帰ってこいとか。いや、もうちょい頑張れって。逆にもうなんかここまで続けたんならもうちょい頑張ってみれば。末っ子やろ。末っ子です。あー、それもあるか。はい。笑っていいとも。聞いたんすよ、前、はい、平川くんから。はいはい。なんと、タロット占いが、バキバキ当たると。これはクジャグダンさん、占ってみてくださいと。すごい、でも当たるって評判って言ってましたよ。なんか悪い方に当たりますね。どういうこと、どういうこと、悪い方に。いいことが当たることよりも、だから例えばその平川も、その解散みたいな方向を当てちゃったりとか。一応いいことも言ってあげてるの？いいことも言うんですけど、どっちかっていうと悪いことの方が当たる確率が多いと。多いですね。おお、なので悪いことが出た時に当たっちゃう可能性があるので、うん、なるほどね。いいことは結構外れてんの？はい、いいことはまあ五分五分じゃないですか。あ、でもいいことで言ったらちょっと、うん、そうですね、男性の方で、うん、そう、女性関係に恵まれないから占ってくれって言われた友達がいて、で、占ったらその占いに従ったら翌月からバンバン特会引っ返してるっていう人がいます。助言もしてくれんの？助言はします。こうした方がいい、こうした方がいいっていう助言はします。何それ。はい、もうやってもらっていい？いや、そうですね。ただあくまでこれ僕趣味でやってるんで、商売でやってないんで。分かってる分かってる、はい、そこは。タロット占いはやっぱり本人がいないとダメ？本人がいた方がなんか当たりますね。トリオの時はどう占った？トリオコンビニで占ったの？あ、トリオの時は、一人一人占って全部がもう合致しちゃったんで。あ、そこはかぶったんや。はい、もうめちゃめちゃ綺麗にかぶったんで。ああ、ま、個人個人でやってみる。
個人個人でも全然いいと思います。はいはい。まあわよくば孔雀団でもいいですし。はい。全然3パターン占ってもらう。でも何を占ってもらうかでしょ。はい、あ、そうか。そうですね。そこをやっぱ細かに言ってもらった方が、例えば2人のコンビの関係性とかだったりとか、YouTube の今後とか、なんかちょっと具体的に言ってもらった方が、そこまで具体的に言ってもらった方が逆に正確に見えやすいっていう。そのざっくりしたのはあかんの。その売れる売れへんみたいな。あはもう一番あのわけわかんないくなっちゃいます。広すぎて。広すぎて、そうですね。見えてこないです。テレビに出れるかとか、そうですね。そういうなんか。テレビに出れるかもざっくりしすぎやろ。あ、いやでもなんかその そうですね、なんか具体的ですね、まだテレビに出れるかどうか。なるほどなるほど、はい、とか例えばバイト辞めれるかとかでもいい。ああ、だからそうですね、だからバイト辞めるためにはどうしたらいいかっていう占いを持っていけば多分いけます。お金持ちになれるかってざっくりしすぎる。ああ、ちょっとざっくりかもしれないですね。個人的なやつか。そうですね。ないな。あ、でもお金持ちというか、でもまあまあ、そうですね、その金銭面でどうにか見て、金銭面見てほしいですね。じゃあ僕個人で、個人で、はいはい、金銭面を。バイト辞めれるかとか。そああ、いいですね、わかりました。あ、バイト辞めれるかで、じゃあちょっとタロットの方メインで私も。あ、全然、はい、ごめんね、なんか外でやってるから。これはでもマジ我流で勉強して。いや、もう我流ですね、完全に。もともと好きなこういうのが。いや結構動機は不純で、先輩とかとの合コンで盛り上がるかなっていう、ただそれだけで始めたら意外と面白くてっていう。ハマったんよ。はい。そう、もう全然嫌なことでも言っていただいていいんで。あ、じゃあ分かりました、はい、じゃあもうバッチリ。じゃあ好きなもの1個選んで。いい1個、1個一番上の。はい、じゃあこれ、これを、じゃあこれで、じゃあちょっと、じゃあ金銭面。はい、そうですね。こんななんだ。はい、ざっくり言うと、はい、チャンス逃してこっから良くないですね。金銭面の、はい、正直一個チャンスがつい近々ちょっと前ぐらいに本当多分見逃してんすよ、多分これ。気づいてないんや。気づいてないです。だから。完全にそのバイト辞めるとか、その大きいお金が入るそのビッグチャンスが多分一個お仕事であったはずなのに、それ逃して気づいてない。気づいてないですね。でこっからもうちょっと先が良くないですけど、うん、今自分が考えられる金銭のトラブルというか出費というか、うん、で思いつく範囲内のことが起きちゃいますね。だからこんなとこから出費が出てきたとかじゃなくて、今頭巡らせれば何かしらこれ金払わなきゃいけないよねっていうもの、例えば支払いが滞ってるものの請求がまとめてきちゃうとか、家の壁穴開けて、それや多分。あ、今思いついたってことはもしかしたらそれが来るかもしれんっていう。だからそれを前もってもちょっと工面したりとかしないと金銭面は苦しくなっちゃうよっていうのがちょっと一個出てます。壁に穴開けたんですか。そう。はなんかイメージ通りだ。イメージ通りだ。確かに。いや、すげえ、すいません、怖いなっていう印象が。まあまあ、日本も言われるよ。みんな言うもんな。なんかちょっと芸風もちょっと怖くなかったですかね。そうそうそう、バンバン叩くツッコミで。そう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 。そうですね。お、なんか本見てくれるの嬉しい。あれだ、ダックさん外あったっけ。ああ、大阪来い、面倒見たるわ的な感じだね。ああ、もしかしたら。でもここで出るもののどれかですよ、絶対。ああ、だからそれビッグチャンスで、もしかしたらバイト辞めて今とは暮らしぶりが変わってた可能性は全然あるよね。なんか良くない感じやもん。もうやっぱ逃しちゃってるのは本当良くないっていうのが出てますね、しばらくないかなっていうのは。まあ、お金だけで言うと、じゃあ今お金だけを見てるんですけど、バンバンお金っぽいカードが出るんで。そうですね、怖ね。お金だけを見たらちょっと選択肢をずっと間違ってる可能性はずっと人生の選択肢を間違ってるような感じは見て取れるというか。でもいいように言ったらこれ以上悪くならへんって感じ。そうですね。あ、じゃあまあ現状維持。あ、でも
あ、一個それはありますよ。だからそのうん、何何出費というかトラブルがあぐらいでぐらいで、それ以外のその生活水準とかはこれ以上悪くは、あ、じゃあまあまあ全然全然全然、まあ、最低の生活できるってことだよ、今ぐらいのは。はい、あ、じゃあまあなんか助言あります、ちなみに。あ、そうかそうか。ですね、これですね、出てるのが、うん、まあ単純にちょっとその苦労はもうする覚悟じゃないとお金は稼げませんよっていう。だからちょっとめんどくせえなとか、もうそういう思いに駆られてめんどくさかったら絶対這い上がれない。絶対めんどくせえなんかチャンスなんですけど、今出てるのはこうやって人のつながりとかよりも、なんすか、直接的に人に会うことよりも連絡とか SNS とかそういったものの方がチャンスがあるので、はい、人から来た連絡は全部あのまめにちゃんと返して、でちゃんと誠意を持って返事して、うわ、人からの誘いはちゃんとお断りせずに行く、うわ、でそれを面倒くさがらない、うわ、お金につながりますよが今出てるんですよ。うわ、うわ、当たってるな。でめちゃくちゃ理想を求めてる方なんで、あのちょっとそこに手が届かなくて、ちょっとなんて言うんでしょう、満たされずにっていうのがあるんで、そこを満たすためにはもう面倒くさいことも苦労も勝手でもしてってやった方が絶対今後ね、面倒くさがらないのが秘訣、お金を得る、はい、特に面倒くさがらないのは連絡です、人と。うわ、それ一番面倒くさがる、それがダメです。だから LINE もこまめに返す、SNS、Twitter とかもちゃんとやる。うわ、濡れるし隠していいですか。あ、いいですか。うわ、おかんに言われてるみたい、連絡取りやってちゃんと。濡れもごめんね。それが多分もうその秘訣みたいに出てます。結構当たってて、当たってるわ。結構面倒くさがりで、そういう特に連絡ね。ああ、もうそれが多分一番チャンスを逃してる。めっちゃ既読スルーするもん。ああ、まあでもずっとじゃないでしょ、ここ何ヶ月かの未来の話でしょ。あ、そうです、もうここ最近の近畿の話なんで、あ、まあまあ改善していけば治るってことです、はい、なんでそのなんかタロットのその考え方としては、うん、その人生ってこう選択肢がいっぱいあるんです、その選択肢によって未来が変わってくるんで、うん、その都度その短いスパンで占っていった方がいいですよっていう、違う先を見てくださいとか結構無理がある。うん、最後クジャクダンで占ってもらっていいですか。クジャクダンさんで、はい、すいません、なんか分かりました。いえいえ、もう全然。誰がカード選ぶとかあるんですか。あ、じゃあお二人で選んでもらいましょうか。あ、分かりました。はい、はい、YouTube の今後でいいですかね。じゃあ僕らの、あ、売れるとかなったらあれでしょ。広い。そうですね、 YouTube の今後にしますよ、僕らの。はい、逆に2ついきます。 YouTube チャンネルとコンビとしての。あ、いい、そうなんでしょうか。ありがとう、せっかくなので。一応なんか YouTube も2つやってて、これはいいともが一応表でやってて、はい、裏はこいつがなんかそのさっきのケツ出してたみたいなちょっとしたやつを。ああ、なるほどなるほどなるほど。そうそう、2つに分けてやってる。これだから解散するとかももしかしたら出てくる可能性もあるってことですよ。そうですね、前回で出たやつ、悪い悪いとか気が角みたいに。まあまあね、うん、2人で選んだ方がいいね。これまず両方2つね、1回で2つ。あ、いや、1回ずつやりましょう。あ、わかりました。じゃあさっき YouTube、先にじゃあ YouTube のことどれがいいですか。いや、俺はどれでもいいよ。お前が一応 YouTube 企画とかなってるんですこれ、はい、めちゃくちゃ人気出る言われるかもしれんし、まあまあまあ嬉しいよね、そんな。でも分かった、例えばもう来月にはやめてますよって言われるかもしれない。あのケツ出すのやめた方がいいっすよって言われるかもしれない。さっきカードの置き方がさっきと違う。ほんまや。なんでちゃうんやちょっといろいろ見方があんねん、あんねん絶対あんねんってな。 YouTube に対する向き合い方は、はいはい、なんかものすごいハートフルないいもん出てますね。あ、そう。要は企画考えて言い出しっぺでっていう感じじゃないですか。はいはい、で、ものすごいハングリーなんですよ。
うわ、嬉しい。だから嬉しいというか、負けたくない、負けたくない。いや、当たってる。ほんま当たってる。ものすごい、それですごい必死なんですよ。当たってる。で、お互いに今必死じゃないんですよ。逆なんですよ。ついていこう、見守ろう、支えようがめちゃめちゃ出てますね。気持ち悪い。当たってる。気持ち悪いこと言いますよ。愛に溢れてますね。僕が田中に？あ、いや、田中さんがもう。だからもう頑張れ、俺たちのために頑張れ。ちょっと抱っこしたろ。かわいいわ。俺はもうついてくから支えるから。かわいい。俺お前のこともうめちゃめちゃ信じてるから YouTube 好きにやって。かわいいわ田中。めちゃめちゃいいっすね。愛苦しいな。そうっすね。なんか嬉しいな。やる気ないと思ってたの、はい、いやいや違います。やる気がないんじゃなくてついてってるだけです。かわいいな。言うことにはもうついていくよ。何も言わへんから。確かに。あ、そういう風に抱っこしたい。かわいい。確かに。いや、めちゃめちゃいいですね。なんかそこはいいですね。じゃあ僕らそうですね、この感じは。そこの向き合い方の精神的な面はいいと思います。うん、すごいハングリーでやってそれを支えてるっていう間がすごい。いいやん、ちょっと抱っこしたな。なんかニコってしてもらったな。おー、する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 。例えば今後こういうことやっていきますよとか、今度こういうことやろうっていうのはお一人で決めらずに一応あの相方さん通して、はい、一応そのどっちにしろイエスしか言わないにしても一応ちゃんと伝えておこうね。そのうち例えばずっとお一人で考えたものをそのまま全部やってると、なんかちょっとやっぱり、あ、今はいいかもしれないけど、後々あれちょっと俺ちょっとおざなりになってないっていう不満とかそういうものにつながってくんで、気持ちの面ではもうマジでいいです。頑張ってください。いやいや、ありがとうございます、はい、すいません偉そうに。いやいや、それはなんか嬉しかったな。すごいな。次一応最後コンビのあれ見てもらって、うん、これ解散で出たらどうすんで。これで解散で出たら意味わかんないっすね。ちょっと田中の次ちゃんとコンビだか。そうですね、コンビだか。 YouTube だけで言うとすごいいいよね。今 YouTuber として見たんで。なるほど。芸人として。じゃあ芸人としてのコンビ。なんか可愛いな。逆に言うと芸人としてそっちや、ね、辞めるとかになったらもう YouTube 一本でやるぐらいの方がいいっていうことですし。ああ、そういうことか、はい、そういう選択肢も出てくるってこと。そういう人もいるしね、はい、確かに。だいたいメンヘラに悪いこと出ます。あ、そうだ。メンヘラやん。これコンビ仲が、はい、コンビ仲。これが芸人としての。芸人としてこれ、これまあまあ直感で、このめくった感じで言うと僕ら全然わかんないですから。良さそうな芸人としてもいいんじゃないですか。おお、嬉しい。ちょっと抱っこしよう後で。いやほんま嬉しい。それ俺そっちの方が嬉しいな。そうっすね。うん、今のとこも単純に、うん、もうただひたすら頑張るだけって感じです、ね、うわー、もうシンプルや。でももうシンプルにそうっすね。あー、なるほど。嬉しい。これはいいカード出てますね。あ、いいカード出てんねん。ただですね、まあね、全部いいことばっかりじゃないし。まあ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 、まあ、例えばどんなにライブシーンとかで笑い取っても、うん、これが俺たちの形やって満足決めしたり決めつけたりしないことが大事ですね。うわー、それめっちゃする。だからどんだけ笑い取ってもいや違う、まだ出てないんだから、うん、もっとあるはず、もっとなんかあるはず、もっとメディアに引っかかるもあるはず、もっとバズるもあるはずっていう。だからそうですね、どんなに爆笑を取ろうが満足して形を変えないっていうのはやっちゃダメです。うわ、今まさにそれしてる。常にもう変化させていかないと、爆笑を取ったところでいや待てよっていう。うわー、なるほどね。作家さんと喋ってるみたい。それが逆に良くないっていうのは出てますね。それがその成長を妨げてるみたいな。うーわ、なんかなるほど、当たってるわ、はい、受けてるからいいやになってしまった、はい、そうな、これ受けるしな、他のやらへん。そうですね、だから思い切ってもっと違うことやるっていうその勇気が必要ですって今出てます、ね、うーわ、はい、でも多分ちょっと当たってる気すんな。だからでも新しいことするしめっちゃ頑張らなあかんねんって。そうですね、そうだな、ただ頑張れっていうことが出てる、出てるから。で、おのおの、その
コンビとしての気持ちというか向き合い方として出てるのが、うんうん、単純にやっぱそのさっき言ったことにと同じようにも変化を求めてください、はい、に対して指示を出してあげてくださいそれに対して言われたものに対して本当に努力をするっていう関係性が一番そのコンビとしていいものを生みますよ。うわ、俺自分にも言えるしお前にも言えるわ、はい、確かに、はい、くー寝れへんな今日うわそうか、そうですね、今そういった感じのものはちょっと出てますね。いやすごいなんかズキュンズキュン刺さってる、はい、そうですね、だから芸風をやっぱ変えることですね。でそれでこうしろって指示出して田中努力しなあかんって言われたこと、はい、貫いてもひたすらうわこういうことをこのネタのためにこういう努力をしてくれ、わかりました、でもずっとそれを、そうすれば良くなっていくと、はい、売れるやん、売れます、そうすれば、ひたすら努力すればもうそこに向けて、なるほどね、月1回会ってくれへん月1回やってほしいな、変わった俺らって白金公園来て、もう全然、悪いとこはないの、じゃあ逆に悪いとこ聞いておきたい、だから逆に言うと、だから今言ったとこにも悪いとこは含まれてます、あ変化させないのが良くない、今のままがあかんとこ、そうかそうか、変えようとしなあかんって、はい、おー、爆笑取ったから OK がもう一番良くない、はい、まあ、近い未来ってことですよね、まあ、近い未来、今の現状とかってことですね、まあまあまあ、でもちょっとそれは今の俺らになかったっていうか足りひんかった、18人ぐらいゲスト呼んで一番いい、マジっすか、あとはほんまにいらんもん、あいつらちょっと、いやいや全然大丈夫、俺らはいいねんけど、そのいやすごいサムチョがおるから、なんかケツ叩かれた感じだな、パサッチョです、パサッチョです、今日は本当ありがとうございます、ありがとうございます、で一応テレフォンショッキングということで、はい、次また友達を紹介してもらって僕らまた会いに行くってやってるんですけど、はいはい、おられますか、紹介できる方、あのちょうどあのこれ言っていいんですかね、はいはい、今お酒飲まれてるじゃないですか、飲んでます飲んでます、はい、言っていいです言っていいです、お酒大好きですよね、はい、いやなんとなくもうお会いする前からお酒好きそうだなっていうのがあったんで、はい、確か俺の記憶が確かだと、うん、実家が酒蔵やってるっていう同期がいたんで、おいやその子を紹介していいかなって今日はでも良かったな、なんかこれをきっかけにやっぱ変えていかないとね、まだ今のままじゃダメだよ、うん、受けててもね、そうそう全部捨てて、もう作れへんネタ、あ、お疲れ、もしもし、思いつかへんわもう、あ、もしもし、大丈夫かな今、はじめまして、クジャク団の吉田です、あ、はじめまして、はじめまして、ピン芸人のたくみと申します、はい、聞いたことないですけど名前は、あ、なんでそんなことクジャク団でちなみに知ってますか、聞いたことあります、あの、お名前だけ存じ上げたことあります、嘘つけ、もう絶対嘘やろ、全員そう言うね、なんかね、はい、見たことあって何言ってるかちょっと分かんないんで、一応なんか次回出てくれていただけるということで大丈夫ですかね、あ、はい、大丈夫です、ありがとうございます、あ、じゃあ後で僕あの詐欺師タロット占い師から、誰が詐欺師じゃい誰が詐欺師じゃい、めっちゃ声あるなあのドキドキするわ、やめてよ、最後にすいません、クジャク団の YouTube 出てくれるかな、いいとこ、はい、ありがとうございました、連絡差し上げます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、クジャ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 ク団、綺麗な羽を広げて喧嘩する、クジャ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 クだ、でも互いを知った仲良しだ、クジャクダムスタイルでいきましょう。